いや、ブラジル、決まった時にはもう早かった。おや、反対あったんだ。面白い。でも、順天堂大学辞めるって言ったときは、おや、なんて言ったの？もう全部反対やん。全部反対されてる。なんかトラブルとかいろいろあった？伸びるしね。なるほどね。なるほど。いい話だな。
なるほど。ああ、そう。もうなんか自分でお金を作るというか、自分でちゃんと自立するために頼らないで自分でできる方法を考えるみたいな。ああ、なるほどね。なるほど。なるほどね。サラリーマンって2年、3年ぐらいだっけ？え？なげえ、なげえ、8年もやってたの、びっくりえ、中地なんか1年更新のイメージ。あ、そう、きっかけはね、ターニングポイントって言ってくれたように、ブラジルがこう、だいぶ変わってきたっていうことだもんね。やばいやばい。サッカーじゃなくて、サッカーじゃないところで自立の意味が分かったっていうのがすごいよね。そう。なるほど。面白いわ。これからね、高校になる。中学になる子たちに、なんかこれだけは言いたい。そのメッセージみたいなのがあれば言ってほしいんだけど、なんかある。いいね。違うね。確かに。いいね。いいコメントありがとう。YouTube のチャンネル登録と高評価をお待ちしています。Twitter 配信してますので、ぜひ見てください。じゃあ、中地の方からも何かアピールしたいことありますか？Twitter とインスタ。お待ちしてますので、ぜひフォローをよろしくお願いします。じゃあ、今回はね、ゲストとして来ていただきました。中地、ありがとうございました。